こんにちは、ゴジファミです。ぎこちないな、まだやっぱりぎこちない、慣れてないね。今朝さ、見ましたか、あれね。びっくりしました、本当にびっくり仰天です。昨日の夜中1時過ぎに動画を急遽アップロードさせていただいたんですけど、夜中にすいませんすみません。皆さん寝てらっしゃる時間帯だったんでね、きっとね。でもあれはすぐに上げたいっていう思いが強くてですね、というのも登録者数がわずか1日で300名を超えてたんですよね。自分たちは100人ぐらい超えてたら超びっくりだよねっていう話をしてたんですよ。ほんとそうだね。うちわではもう100人いったら本当にすごいことだからと。ほんとそう。うん。で、今の時刻なんですけども、見てください。1月の16日、20時30分なんですけども、今日の朝、今朝の段階でなんですけども、400名いったんですよ。そうなの、ね、本当に。もう今日の朝起きてびっくりだよね。いや、心臓が飛び出るかと思ったのよ。実際今なんかここ触っててドキドキしてる。ドキドキしてる。本当にこれ俺らのチャンネルなのっていう話になりまして、うん、嬉しさのあまり今日も動画を上げちゃったわけで、上げちゃったわけ。まず皆さんにありがとうございましたと言わさせてください。ありがとうございました。で、今日の朝からちょっと遊びに行って体を動かしたりして、今帰宅してきたわけなんですけどね。で、20時30分、はい、朝7時に確認したその登録者数400名突破から見てないんですよ。果たしてどれぐらいになったのでしょうか。怖い、楽しみ、怖い。なのでまた皆さんと一緒にこの動画でその感動を分かち合えたらと思ってまして、共有したいじゃないですか。共有したいです。我々は420人から全く知らないんで。そうだね、420ぐらいだったもんね、うん、朝ね、うん、そうなの。ああ、もう本当に涙が出る。本当にありがとうございました。本当に怖い。じゃあちょっと開きましょう。また皆さんのカメラ越しでこう見せてから確認しましょう。そうだね、カメラの向こうの皆さんに先に見てもらう。見えてなさそうなここら辺を見ながら開きました。自分たちも全く分かってない状況だからさ、本当に知らないからね。まず皆さんが一番最初に知ることになります。じゃあいきます。じゃん。怖い怖い怖い。この人数今何人なんでしょうか。何人ですか。怖い、本当に怖い。見えてるのかな、まあ、ちょっと分からないんだけど引くね。見えてるかも分かんないよ、ね、分かんない。じゃあ引きますよ。はいはい。怖い怖い。じゃあ、いきますか。はい、せーの。はい。おお、ちょっと、ちょっと待ってて。俺、ちょっとここさ、やばいわ。もう興奮しすぎて、ブラジルの中で行ってきます。再生数も1200回1234だよ。これがどんだけ難しいことだか身をもってね。僕548人とか2ヶ月とか超えたんだよね、うん、2ヶ月を超えてのこれだったのに、ね、チャンネル開設してからちょうど2日なのかな。厳密に言うと1日と22時間。22時間。2日で500。ありがとうございます。本当に美味しいかも。ありがとうね。いるおかげで本当にね、優しいコメント、心温かいコメントたくさんくれるんですよ。それを見てすっごい励みになるので、これからもよろしくお願いします。これからもよろしくお願いいたします。今日も簡易的な動画になっちゃったんですけども、これもリアルタイムで全くやはり俺は伝えたいの。そうだね。だからもうカットだけして編集はできる時間ない。もうこれはタイムリーにやりたい、うん、すぐに今から編集して皆さんにお届けしたいと思います。はい、お願いします。編集役目だね。頑張って。わかりました、頑張ります。でも皆さんのためならできる。できる。じゃあ今から取り掛かるんで、うん、ありがとうございましたと最後また深くお辞儀させてください。せーの。ありがとうございました。本当に普段のハイテンションとはまるっきり、編集中の時の集中力はすごいです。何を喋っても聞こえているのか聞こえていないのか分かんないけど、気づきません。こっち誰も気づいていません。いつ気づくかな。すごい急いで皆さんに届けるための動画を編集しています。うん、びっくりしたよ私。ビビった。本当にやめて。ちょっと脅かさんで。脅かす。いつの間にか撮ってた。今のはビビった。本当にこっちがびっくり。ちょっと心臓触れば分かる今。俺の触って。
すっげえドキッとしたから。ドキドキして、うん、霊的な何かかと思っちゃったよ。編集してる時の集中力を皆さんに見せようと思って。あー、なるほど、そういうこと。そう、すっごいこっそり撮ってたんだけど。すげえわ、もう一本撮られました。撮られました。ずっとね、ここにね、ゴジータいたんだよ。あ、それしてた。あの、ここら辺のちょっとゴジータしてたからさ。あ、そっか。さっきここにも乗ってたし。あ、そっか。うん、ゴジータとかの気配ならなんとなくこうやってね、わかるんだけど、まさかいっちゃんがこうやって現れるとは思ってなかったから。編集中とアニメ見てる時の集中力はすごいよね。本当に話聞いてないもんね。そうなのよね。どうしよう、ゴジータ。じゃあ、ここら辺も今、多いすぎて編集するから。はい、わかりました。撮ってんの、マジで。撮ってる。本当に？結構ね、もう階段から撮ってたんです。あ、わかったかでしょ。それもね、ここの動画に入れ込めるようにしちゃいましょう。すぐに編集したいから、うん、ささっとちょっともうそれ止めて入れちゃいましょう。わかった。止めるよ。はい。くれ。くれ。